私はママのことが大好きなゆめ。ママただいま。あらゆめちゃんお帰りなさい。今日の夜ご飯はゆめちゃんの大好きなオムライスよ。え、オムライス、やったオムライス。はい、これいっぱい食べるのよ。やったー、いただきます。そう、私のママはすごく優しくて、美味しいご飯をいつも作ってくれる。でも、10年経った今は、はぁ、マジでママうざいわ。何？また喧嘩したの？だってさ、門限夕方の5時とかやばくない？ただいまー。ゆめちゃん、こんな遅くまでどこ行ってたの？何って、友達とカラオケだけど。私はそんな夜遊びするような女の子に育てた覚えはありません。はぁ、でもまだ8時だよ。口答えしない。これからは5時までに帰ってきなさい。5時？そんなの無理なんだけど。帰ってこなかったらもうお母さん知らないからね。くそ、このババア。はぁ、それはさすがに早いね。だけど俺もさ、あら、あら、いけいけ。あー、ちょっとゴーゴーゴー。いつまでゲームしてるの？あ、さっき始めたばっかだし。もう片付けもしないで。うるせえな。これはこの前のテスト0点じゃない。もうゲームは没収。おい、片付けなさい。おいで。うっざ、マジで。あー、それはかわいそうだわ。なんでママっていつもガミ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 うるさいんだろうね。あ、私ママうるさいし門限もあるからそろそろ帰るわ。バイバイ。バイバイ。だね。はあ、本当はもっと友達と遊びたいんだけどな。え？ママを1億円？すいません。こんばんは。あの、この看板って。ああ、ママを1億円で買い取らせてもらうというサービスを行っております。ってことは、ママを売れば1億円が手に入るってことですか？そういうことです。これは大チャンスかもしれない。うるさいママがいなくなる上に1億円が手に入るなんて。よし、ママおります。かしこまりました。ゆめちゃん遅いわね。いつ帰ってくるのかしら。あ、あの、買い取らせてもらいました。 ありがとうございます。ではこちら1億円になります。本当に1億円だ。やったー、ありがとうございます。ママただいまって。そうだ、ママはもういないんだった。1億円使って欲しいの全部買っちゃおうっと。ててあれ、ゆめちゃんまだ帰ってなかったの？5時過ぎてるけど、お母さんうるさいんじゃないの？ああ、うん、大丈夫。で、これこんなお金どうしたの？さっきね、ママを売ったの。えぇ、ママを売った？タコくんもさ、ママのことうるさいって言ってたよね。ああ、まあそうだけど。一緒に1億円もらってさ、欲しいものいっぱい買わない？いいね、それ。あー、でも…ん？俺はやめとくよ。え、なんで？あんなにママのことうるさいって言ってたじゃん。それはそうだけど、
俺一人じゃ何もできないしさ、飯作ってくれてるしさ。そっか、タコくんは偉いね。じゃあ私は買い物行ってくるわ。また。おまたね。ゆめちゃん大丈夫かな。いらっしゃいませ。どうぞご覧くださいませ。わあ、私の可愛い大好きなお洋服がいっぱいある。気になるものがございましたらお声かけください。あ、そうだ。店員さん、あそこからここまで全部ください。ありがとうございます。この店員さん、なんかママに似てるような。いやでもママはもういないんだった。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらお品物になります。ありがとうございました。おやつも買いに行こうっと。ありがとうございます。ありがとうございました。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いっぱいお菓子がたくさんあるよ。いらっしゃい、いらっしゃい。すみません、ここにあるお菓子全部ください。かしこまりました。ん、なんかこの人もママに似てる気がする。外羽ヘア流行ってるのかな。あ、すみません。こちらお品物になります。ありがとうございます。ありがとうございました。お母さんがいなくなって一人で大丈夫なのかな。ただいま。タコおかえり。今日のテストはどうだったの？じゃーん、100点タコすごいじゃない。募集したゲームは返してあげるわ。え、マジ？やったー。それじゃあ今日は満点祝いにステーキにしましょう。本当？やったー。やっぱりママがいて俺よかったー。お腹すいたなー。あ、さっき買ったお菓子食べよっと。なんか一人は一人で退屈だなー。ゆめちゃん、ゆめちゃんのためにほらお弁当作ったわよ。やったー。でもトマトいらない。あら、もう嫌いなものもちゃんと食べないと。これ食べたらおもちゃ買ってくれる？もう仕方ないわね。いいわよ。やったー。ママ今暇？はい。あ、これ二人ゲームなの。二人ゲームなの。一緒にやろう。じゃあ洗い物あとで手伝ってくれるんだったら一緒にやってもいいわよ。やる、やろう。いいわよ。じゃあママ負けないわよ。よし、わーい。よし、はい、右左。よし、私だってこ、いや私もおらよ。ママ強い。やっぱりママなんていらなきゃよかった。タコくんを見習えばよかったんだ。そうだ、やっぱりママを返してください。一度手放したものはもう返ってきません。そんな、お願いします。何でも言うこと聞くので返してください。あなたはママを売ったんですよ。私、ママがいなくなって気づいたんです。どれだけ私にママが尽くしてくれていたのかっていうのを。どうかママを、ママを返してください。大事なことに気づいたようですね。さっきお母さんいたよ。気になるものがございましたらお声かけください。
一歩お菓子がたくさんあるよ。いらっしゃい、いらっしゃい。すみません、ここにあるお菓子全部ください。もしかしてあの時の店員さん。ありがとうございます。あら、ゆめちゃん、こんなところで何してるの？ゆめちゃんが最近ママに対して反抗的だったから、昔のゆめちゃんに戻ってもらいたいなって思って、私が依頼したのよ。え？依頼？あなた1億円でママを売ったでしょ。分かったならいいのよ。よかった。みんなはママを1億円で売ったらダメだよ。ママには日々感謝しないと。